アンソニー・メイウェザーはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州クリーブランド出身。クリムゾンのリングネームで知られる。オハイオ州のクリーブランドにて母子家庭で生まれ育ち、ノースリッチビル高校進学後は音楽活動。スポーツではアメリカンフットボールとバスケットボールを掛け持ちして活動。しかし、スポーツ奨学金などの資格が得られなかったことから、 続けることができなかった。高校卒業後、大学へ進学するための資金集めとして、アメリカ陸軍に入隊。第101空挺師団に所属することになり、イラクへと派遣され5年間活動した。イラク滞在中にプロレスラーになることを決意し、帰国後に NWA が運営する NWA メインイベントレスリングスクールにてトレーニングを開始。 トレーナーであるジェフ・ダニエルズからプロレスの知識を学び、2007年にテネシー州のナッシュビルで行われた NWA メインイベントの大会にてデビューを果たした。2009年10月にはローに参戦。2010年6月3日に NWA メインイベントにて行われた試合では NWA ミッドアメリカン TV 王座のチャンピオンであるマットボイスに挑戦し、ベルトをダッシュした。 2010年9月8日にティネでのトライアウトに挑戦し、J リーサルとダークマッチを行うも敗北。以後トライアウトにスードを挑戦し、12月4日、フロリダ州のオーランドで行われた、ガットチェックワークショップトライアウトでの猫コ戦で勝利し、ティネと契約を結んだ。12月10日に放送された、インパクトレスリングにて、アメージングレッドの弟である、リトルレッドというギミックで登場。 しかし、ギミックに問題がありすぐに練り直され、2011年1月13日の放送で現在使われている、リングネームであるクリムゾンで再登場。上層部からの期待の現れか、デビュー間もないながらも、トップどころと試合を行い、またスコット・スタイナーとタッグを組んで活動。スタイナーとのタッグ解消後はシングルで活動し、6月12日に行われた PPV。 スラミバー3-9ではサモア城と対戦し勝利。そして6月16日の放送において10月に行われる年間最大の p p v であるバウンドフォーグローリーにて優勝者はティネ世界ヘビー級王座に挑戦することができるトーナメント戦であるバウンドフォーグローリーシリーズに参加。順調に勝ち星を挙げるも8月に足首を負傷し途中棄権することとなった。 9月より復帰し、10月の PPV、バウンドフォーグローリーでは、サモア上、マット・モーガンとの3ウェイマッチを制し、11月の PPV である、ターニングポイントでは、マット・モーガンと直接対決を行い勝利。バウンドフォーグローリーでの対戦からモーガンとは、友情が芽生えていたことにより、試合後には、お互いを検討し合った。 11月17日の放送においてモーガンとタッグを組み、メキシカンアメリカからティネ世界タッグチーム王座を奪取した。ティネ世界タッグチーム王座陥落後、レスリング技術やマイクパフォーマンスに改善する余地があるために2012年8月より参加団体のオベへと降格。オベではメインイベントでの出場が多かったものの2013年7月3日、ティネから解雇となった。 ティネ解雇後、9月6日に、インディー団体で活動していた時期に参戦していた、NWA 加盟団体の層に復帰。復帰がいい試合目ながら、ホットロットビックスが保持する NWA、南部ヘビー級王座に挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。同日には、クリフ・コンプトンとも対戦して勝利している。しかし、怪我の影響により、ベルトをわずか1ヶ月間で返上した。 2014年5月16日、ホグにて、アメージング、レッドとタッグを組んで、ホグタッグチーム王座を保持する、ヤングバックスに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュした。現在は NWA にてスタッフとして活躍している。そして、新しく始まった、NWA の番組パワーに、姿が確認されている。サモア上へのレッドスカイ。ありがとうございます。